国際サッカー連盟 FIFA は20日最新の FIFA ランキングを発表した。6月上旬に行われた北中米 W 杯アジア2次予選で2連勝を飾った日本代表は18位から17位に浮上しアジア最上位をキープ。イラン代表は20位で前回から変わらず韓国代表22位、オーストラリア代表23位が共に1ランクアップとなった。動画 女優が日本代表戦に来場、一般人として地元テレビのインタビューを受ける上位陣は1位アルゼンチン代表、2位フランス代表、3位ベルギー代表と変動はなし。ブラジル代表が5位から4位に浮上し、入れ替わる形でイングランド代表が5位に交代。クロアチア代表、9位左向き矢印10位はランクアップし、イタリア代表が9位から1つ順位を落とした。以下、 フィファ発表の順位は前回順位1、1、アルゼンチン2、2、フランス3、3、ベルギー4、5、ブラジル5、4、イングランド6、6、ポルトガル7、7、オランダ8、8、スペイン9、10、クロアチア10、9、イタリア11、11、アメリカ12、13、モロッコ12、12、コロンビア14、15、 ウルグアイ15、14、メキシコ16、16、ドイツ17、18、日本18、17、セネガル19、19、スイス20、20、イラン21、21、デンマーク22、23、韓国23、24、オーストラリア24、22、ウクライナ25、25、オーストリア26、 28, ポーランド27、26, ハンガリー28、27, スウェーデン29、29, ウェールズ3二 29, エクアドル。